じゃあ今は何で編んでるんですか？カバン。カバン？次こそ自分用ですよ。肩からかけれるポシェットみたいな感じですね。ショルダー掛け布団は迷ってますけど。でも自分のカバンにはしてた。大きいカバンにするにはさ、どうしたらいいの？長く編まないと。何玉いる？2玉ぐらいいる？大きくするんだったら。どうでしょう。あんまりでも大きくしてもね。なんで？まあ、とりあえず一玉は全部編まないといけないに違います？だってさ、DIY でもポケットにスリを5玉編んだって言ってたもん。まあ、玉の大きさも違うしね、全部。これはもうこれ？うん。だから、さっき編み物にはまってますね。はい。ニット帽も編んでるし、ペトペトの方も編んでるし、これも編んでるので、今は3個編んでます。じゃあ今何編んでるんですか？カバンです。カバンですか？もうね、できたね、それショルは。ダーバッグにするんですか？はい。もうできたんで、取っていきたいと思ってます。はい。じゃあ肩掛けにしようと思ったら、長く次紐を編まないといけないですね。ではね、三つ編みね、私得意なんで、多分いけると思う。編むの早くなりましたね。もうなりました。はもう何個作ったか分かりませんね。多もう分目飛んでないと思います。とじ方完璧ですかも。はい。友達の分もみんなやってあげたもんね。もうね、動画見なくても大丈夫です。最後ですか？